皆さんどうもこんにちは、忍者ラララランダイダラです。さて今回の動画は、前回ね、あの忍者らコレクションカードだったっけ、あれのね、あの開封動画を出したと思うんですけど、そこでね、当たったカードを実際に使ってみたいと思います。ゲーム内連動アイテムですからね。まだ見てない方は前回の開封動画でもチェックしてみてください。はい、ではね、バージョン4じゃないわ、シーズン4からね、ここの一番右のね、オプションメニュー、スマホメニューかな、ここにね、新しいやつ、これですね、忍者らコレクションカードっていうのが追加されました。でででどんね、これで読み取りすればいいんだけど、ちょっとコード裏読み取れるの、右でちょっとやってみようか一回。よいしょ。読み取りにはジョイコンのモーションカメラを使いまーす。だって、はい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 、ちょっと待ってね、やってみるわ一回。お、読み取り中。あ、成功した。え、すげえなーこれ。ガムブレイクチャレンジ、ミニゲームが始まる。やってみようか。何ガムブレイク、これがミニゲーム、噂のタイミングを踏む。ガムをあれブレイクすればいいの？ R ボタン押せばいいの？タイミングよく R ボタン押そう。めっちゃ簡単やんけ。ブレイク、よし成功。え、500ティアポイントももらえるの？やった。え、ミニゲームめっちゃ簡単なんだけど、これこんな簡単でよろしいか。多分いいんやろうな。さあ今のね、結果がメールで来てるみたいです。見てみましょうか。ガムブレイクチャレンジの報酬です。ドーン、来たー。これねえ、S ロボスーツ、今回に、ね、SSR の一番の大当たりのやつゲットしました。ドーンと。でティアポイントはすでに加算されてるようです。増えたのかな、ティアポイント。早速ですけどね、着てみましょうか。 SSR の超限定のアバターの服です。またね、全種揃ってないんですけどね、なんと SSR は、悲しいね。わー出た、すげー !S ロボヘッド。一式なんだ、これって。あらら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 ら。スーパーロボのパワードスーツのヘッド。正々堂々と戦いたい。顔アクセサリー不可。S ロボスーツの下の方、スーパーロボパワードスーツ。みんなの憧れ。とにかくめちゃめちゃかっこいいって。これで戦うの俺。これで、ね、すげえな。じゃあ他のも読み取ってみましょうか。ミニゲームって実際1種類だけなのか、それとも2種類3種類あるのかってところをね、ちょっとチェックしてみたいと思います。お、さあまた成功した。ガムブレイクチャレンジ開始します。待って待って待って、これもしかして全部ガムブレイクチャレンジしかないの、ミニゲーム。めっちゃ簡単じゃん。でも見て、ほらパワードスーツかっこよくね、パワードスーツ。ねえ、おー、なんか位置はすごく右の方に寄ったけど、めちゃめちゃ簡単ですね。さあとりあえずティアポイント500ゲット、丸丸。嬉しい。ちょ待って、これ一回なんだけど失敗してみるか。これダブってるカードが1個あるんですよね。ちょっとそれ使ってみよう。おー、ティア達成か。そうか、ティア500ポイントもらえたからね、今ので。まあでも結構500ってね、ありがたいポイント量なので助かりますよね。さあ今もらったのはちなみになんですけど、ガムブレイクチャレンジと報酬、スクラップガムの S ロボね、3つ、これがね、SSR の限定のやつです。一応ちょっと見ておきましょうか。これだね、新武器のスクラップサーベルの一番の右のこれ。うわー、なんだこれ。すごい形してる。光を発しているガムだってね。時計とかピザとかね、いろいろあるんだけど、嬉しいね、この S ロボのコーデも最高だぜ。さてさて、またガムブレイクチャレンジ、今度ガムブレイクチャレンジ失敗してみようと思います。失敗したらどうなるんでしょうか。ちょ、気になるよね、これノーマルカードのね、ダブってるやつでやってるので、失敗しても痛くも痒くもないやつです多分。あ、失敗しちゃった。あ、ガードされた。どうなんの。おー、失敗、バッツ、ダメ。え、何？あ、もしかして失敗したらティアポイントもらえないだけかな。おそらくアイテムはもらえるけど、ティアポイントはおそらくもらえないよって感じなのかな。多分、ちょっと待ってね、これ見てみましょうか。失敗したんですけど、ボーナスティアポイントを獲得していた場合は加算されます。これ加算してない
ってことは、失敗したので、ちなみにもう一個試したいことがあって、これ今失敗したやつもう一回読み取れるのかどうかもやってみましょうか。せっかくなのでいろいろ試したいことはね、あると思うし、みんなもね気になってることだと思うのでね、いろいろ試してみましょう。ん？失敗。読み取ったカードはすでに使用されています。あ、これあれだわ、みんな一回失敗するともうあれだねティアポイントがもらえなくなっちゃうので、失敗しないようにブレイクチャレンジはねしましょう。まあ失敗しようがないと思う難易度なので、そこは多分大丈夫だと思うんですけど、ブレイクチャレンジ、いやちょっとこれね500ポイントだからな、意外と価値あるぞ。だからね、このシーズンのねまだ途中なので、頭だじゃないですか。だからね早めにカードいっぱい買ってティアゲットした方がいい。後半になってくるともうティアいらなくなってくるからさ多分そんな感じかな。さあ今ゲットしたやつね、さらに見てみましょうか。こちらですね、これが SSR、 今回ね3個しか当たらなかったんですよ僕ね。スケートガム、スケートガム、かっこいい、スケートガム、スケガムです、スケガム。ちょっと装備してみましょうか。スケートガム、ロボットといえばハンマーでしょ違う、ロボットといえばハンマーでしょ。このピコピコハンマーもいかが、かっこいい、かっこいい、ロボットのようなガム、メーターが取り付けられたガムウェポンね、かなり噛み応えがあるぞっていうね、硬そう、いいね、ちょっとガムガムしてるね。でもこれもかっこいいよね、このスクラップサーベルも。さあそれでね、ちょっと皆さんね、今回のね、私ワンボックス引いたんですよ。ワンボックスで10パック、そしてね20枚ですので1万ティアがゲットできるんですよ、結局のところ。ワンボックスで、で1万ティアってどれぐらいなのって話なんですけど、どれぐらいだろうあ、今なんかネットでググってきました。だいたいティアね、1から100まで上げるのに17万ティアいるんですよ。なので1万ティア、約カード20枚のね、1万ティアは約17分の1分ってとこですね、おそらく。ちなみにね、0からね、レベル1からね1万ティア分使ったとして、レベル19ぐらいまで、まあ、19、20ぐらいまで上げれるぐらいって量です。まあ本当におまけ程度でって感じですかね。今私ね、シーズン4の始まりで24ですので、まあ今ここからね、24からね、あと1万ぐらい稼げたとしても、32とか33ぐらいまではでも上がるっぽいですね、ティアが。だからね、ティア結構ね、まあ、ぶっちゃけ入力めっちゃめんどくさい入力めちゃくちゃ、入力がね、あの認証がめんどくさいんですけど、しっかりやってティア稼いだ方が良さげですね。で、あとね、前回のね、動画でもちょっと軽く説明してたんですけど、このね、忍者のコレクションカードで当たる、ものなんですけど、大体はここのガチャで、出てくるラインナップの中に含まれてます。ね、SR とかのね、お祭りガムピエロとかもね、SR カードであったりとか、するわけで、まあね、なるほどっていうか、結構かぶりがあるので注意してください。アイアンガム服っていうやつもね、ここの下の画面の中にあるんですけど、これもね、カードで持ってますので、ガチャ引きまくってる人は、正直ね、SSR はほぼ、SSR 以外はダブリっていうか、もう持ってるかガムだなっていう感じだと思ってください。ただね、ガチャ全然回しないよって人にとってはね、今回のガチャすごくねありがたい、ガチャじゃねえわ今回のこのコレクションカードね、いいものだと思いますので、ぜひともね、コレクションカード皆様お買い求めの上ね、遊んでみてください。で最後にもう一回ブレイクチャレンジやろう、ブレイクチャレンジやろうかな。でもね、でも俺思うんだけど、これミニゲームがあまりにも簡単なんだよな、本当ねえ。まあティアポイントくれるんだったらありがたいけどさ、ほんとで、この読み取りも意外としっかり読み取ってくれるからね、ね、入力の手間がなくて楽なんだけど楽なんだけどってやつやな、これ。でぶっ壊そう。でどれが終わってどれが終わってないかって把握するためにも、もうさっさと
で持ってるカード全部このゲーム終わらせることを僕はおすすめしたいと思います。丸、この丸とかね、バツっていうね、あのリアクションも今回のねバトルパスじゃなくて忍者のパスでねゲットできるやつですので、僕もお気に入りですので、ぜひともねここに検討してみてください。忍者のパス持ってるとガム使ってもね一生消費しなくなるので、だからここでねひたすらメール見に行くじゃなくて、ひたすら繰り返してたくさんゲットするっていうのがいい流れっぽいね。いだいぶこれ今やったんだけど疲れるな、これ連続でやると疲れるな。意外とこのね連続でやった時のね弊害が一個あって、多分今回だと思うんだけど、ティアがね上がるたびにそう戻されるんですよ、トップページにティアが上がるたびに。でそこだけちょっとねめんどくさいかなって感じですね。まあ今6個やったのか、いや俺10個ぐらいやった気持ちだったんだけどな。でちなみになんだけど、これじゃないな、多分ここかな、これかな、スクラップガムピザ、そしてここスクラップパガムピザ、ダブってたやつだったんですけど、ダブってたやつでも問題なくミニゲームガムブレイクチャレンジができるっていう形ですね。なのでね、まあ、ダブっても気にせずティア500とガムはもらえるって形です。まあでもね結局は狙ってるやつが本当それ待ちだと思うので皆さんもねこのロボット狙ってぜひともね、忍者コレクションのやつやってカード購入してみてはいかがでしょうか。まあ前回の動画でねワンボックス開けたらどれぐらい当たるっていうのがねおそらくわかると思いますので、まあ、他の人もどれぐらい当たったよっていうのがねわかったら教えていただけたらね、多分書いてるかなコメント欄、わかんねえやね、楽しみにしてますはい、それでは終わりましょうかね。ちなみにこれがねその新しい S ロボのスケートハンマーです。かっこいいですので、皆さんもね S ロボシリーズがもし興味ある方はね S ロボシリーズ購入検討してみてはいかがでしょうかこれが動き回んのかすげえなーこれね、うわー情けねえロボットでした。はいそれではね、また次回の動画でお会いしましょう。次回はね、また新シーズンが始まってからなんか新しい要素をね、遊んでみたいと思います。おつぽよ。